次何？金の歯車。はあ、金の歯車をこのトロッコに乗せてってことね。わかった。今回の道具は歯車が7個ね。小中大か、小中中か。緑と赤は何が違うんだこれ。緑の方が大きい。はい、とりあえず再生。こんな感じね。あー、なんか玉と床が落ちて、あのパンチンググローブ付きのやつが落ちるんだな。はいはい。だから多分あの銀の玉をなんとかして金の歯車に当てるって感じでしょう。はい、こんな感じ。このパンチンググローブの棒の下に歯車ついてるからガタガタになってるでしょ。ここに多分歯車並べていくんでしょう。こんな感じで、うん、並べられるよね。これでどうなる？およ。無理かい。今ね、ちょっとこの下のね、金の歯車につながる歯車をつなげようとしてるんですよね。なかなかね、つながんないっすね。はい、ダメですね。このね、歯車の右に赤いレバーがあるでしょ。ここに銀の玉をぶつけたら、このモーターが回って、で、歯車自体に金の歯車を、押し出すのかなとも思っているって感じですね。ちょっとやってみましょうか。これ倒れ、あ、倒せた。倒せた。あ、何？あ、そうなっちゃうのね。わかった。じゃあもう上はこのままにして、タイヤが転がってきてあのレバーを倒してくれるから、歯車だけちょっとつなげばなんとかなりそうかな。え、このやり方合ってる？ちょっとわかんないな。はい、じゃあこれでね、下の歯車つながったんじゃないかなと思うんで、もう一回やってみましょう。はい、どうだ。これで倒せ、倒れて行ったんじゃない。ほい。つながっとらんやないかい。はい、こんな感じでね、ここを緑にしたらどう？いけるんじゃない。難しいっすね、これ。なかなか歯車のサイズが合わず。これでどう？これでつながってるでしょ。で、どうすんの？これでいける？ほい。よっ。倒れました。はい。いけたかな？ほい。よーし。これで転がって。いったね。はい、成功。いやー、難しいな。意外とこの歯車がね、縦横に並べるのがやっぱいいんだね。斜めはつながんないっぽいな。ちょっと苦戦したけどね、なんとかできました。はい、じゃあ次はですね、怪しい中身ということですね。何？なんか毒みたいなものがまき散らかされていますね。何？ここ歯車と、あとなんか木とかロープとかいろいろ5個ぐらいアイテムがあるけれども、まあロープとかはここに結ぶんだろうな。まあさっき歯車をねつけましたけども、歯車ここしかつけるところないんで、とりあえずこうだよね。で、多分この歯車がつながってこのドラム缶が下に落ちるんだろうね。で、落ちた後にこの橋をつけてあげて、ここを渡ってゴールって感じかな。どうかな。はい。あら。なんかロープをつける玉が違ったみたいね。じゃあ真ん中だよね、これ多分。真ん中のこの玉にロープつけてあげたらどうなるかな。はい。あー、箱が飛びましたね。まあこの箱が飛んだってことはね、このなんか床を使ってどうすんだろう。あ、こうやってシーソーにしてあげるのかな。これで全部つながるんじゃない。行ってみよう。はい、玉が箱を押して、スイッチを押して、ドラム缶落ちて、はい、クリアー。余裕だね、余裕。はい、次は14番、初めての気球ということでね。え、もう14個目なんだね。あ、なんかちょっとアイテム多いな。8個。
とりあえず再生。ああ、風船が上に飛んで、なんか玉が転がりましたね。で、一番下のパンチンググローブ付きの棒が左にずれるみたいな感じか。うん、この3つか。そうですね。で、何このウサギの、青いウサギの人形を空に飛ばすのかな。とりあえず歯車はさ、もうここしかないよね。ここ以外に歯車使えそうなところがないので、まあ多分歯車はここでしょうね。少なくとも1個は。このロープはここにつなぐしかないんじゃない。ね、このバケツとこの2つの風船をつないであげるって感じっぽいよね。他につなげるところ、この上の風船しかないので、こいつつないでももう一個つなぐところがないよね。なんかこうやってね、消去法で道具を減らしていくっていうのも有効な手ですよね。それじゃあ次はね、同じようにね、歯車ここしかないと思うんで、歯車をねつけていきましょう。はいと。あー、なるほど、うさぎちゃんがこの多分筒からバケツに落ちて、で風船2つの浮力で空に飛んでいくって感じなんだろうな。で多分このパンチンググローブがついてる棒で、このバケツを右に押してあげることで上に飛んでいくんじゃないかな、これ。この板どうするんだ。ちょっとわかんないっすね。こいつは、はい、わかんないっすね。一番上のね、銀の玉止まっちゃってたので、この赤いレバーをね押さなきゃいけないと思うんだけど、多分この風船しか手段がないので、多分風船ここ、これで玉がね転がるよね。で、あ、止まっちゃったね。もっと右行ってそのレバーを押してくれんのかと思ったんだけどな。違うみたい。これで銀の玉をさ、黄色のボールの方にやるのかな。これでできる？はい、どうだ。よっ。いかねえじゃん、全然。なんだろう。あ、わかった。この床でしょ。この、あ、ぴったりぴったり。こいつをここに置いてあげれば、ほら、転がって、で、そこのレバーを多分押してくれて、はいはい、そこが開くんですよ。そしたらあとはね、うさぎちゃんを気球に乗せてあげて、パンチンググローブで右に気球をね打ち出してあげるといい感じになるはず。あと風船ちょっと違うな。風船ここじゃない。これでまた違うことが起こりそう。ほら、あ、箱だけ落ちましたね。左のタイヤも落としたいんでね、もうちょっと左かな、風船。はい、ちょっと左にやってあげて、これでどうなるかな。ほら、両方といった。行って、あ、ウサギは気球に乗ったけど、タイヤはどっか転がっていきましたね。じゃあね、タイヤ行かないようにこっちに風車を置いてあげて、でこんな感じでパンチンググローブを置いてあげたらいけるんじゃない。どう、ほら、これでレバーを下ろします。でパンチンググローブ作動していける。ほら、いったいった、さよなら。いつも見ていただいてありがとうございます。ついに登録者1000人を達成いたしました。皆様のおかげでございます。これからも応援よろしくお願いします。次の目標は1万人。遠いよ。